バルナ国際バレエコンクールは、ブルガリアの観光都市バルナで開催される、バレエコンクール。1964年に、ブルガリア文化賞によって創設され、ほぼ各年で開催されている。バルナは、国会に面したリゾート地国際的なバレエコンクールの中では最も歴史が古く、モスクワ国際バレエコンクール、ジャクソン国際コンクールと共に、主要なバレエコンクールの一つに数えられている。 気候の暖かい7月に屋外ステージで行われるのが特徴。ソ連崩壊後の1992年からは国内外の募金で設立された財団によって運営されている。20から25歳までのシニア部門と15から19歳までのジュニア部門に分かれており、出場はペアでもソロでも可能。最終的な評価は個人としてなされる。先行はパドド一曲または バリアシオン2曲によって行われる。第2、第3ラウンドでは、古典のほか過去後から10年以内に振り付けられたコンテンポラリー作品も踊らなくてはならない。しかも各、ラウンドごとに異なる曲を踊ることが義務付けられている。両部門とも上位3位まで金銀銅のメダルが贈られ、この他に最高賞グランプリが用意されている。過去の著名な受賞者は、ミハイル・バリシニコフ。 ニーナーナニアシビリ、シルビー・ゲーム、ブラジーミル・マラーホフ、オーレリー・デューポンや小島直也が金メダルを受賞している。ヒストリー・オブ・コンペティション、ありがとうございます。